歴史的な円高と長引くデフレを克服するため、金融政策を行う日本銀行との一層の連携強化を図り、切れ目ない経済財政運営を行ってまいります。デフレ脱却と経済活性化に向け、政府は4月13日、国家戦略会議における日本再生戦略の検討の一環として、

内閣官房長官および経済財政政策担当大臣を議長とし金融担当大臣財務大臣経済産業大臣が構成員としてまた日本銀行総裁がオブザーバーとして出席しますまた内閣総理大臣および副総理も節目節目で参加します日本経済ののの再生はこの内閣の 最重要課題の一つであります古川大臣が先頭に立って知恵を絞っていただいて効果的かつ具体的な方策について精力的なご議論をお願いをしています検討事項として挙げられたのは資質・生産・分配にわたる経済の好循環を制約している構造的要因の是正資質面では需要不足・需給ギャップが継続している生産面では 生産しても賃金や収益といった所得の増加に結びつかず分配面では現役世代の多くが支出を拡大する余裕がないそれがまた需要不足につながるこのような悪循環の要因それぞれに対処することが必要です足元の経済状況を注意深く点検をしながら体系的かつ効果的な経済政策を検討し当面 平成25年度までを主に念頭に置いて、経済政策の在り方を検討していただきたいと考えております。今後、物価の動向などの経済状況を点検しながら、6月中旬に中間的な取りまとめを行い、今年中頃に策定する日本再生戦略や、来年度の予算編成プロセスなどにつなげていきます。